マジ帰ったの。俺の車はこれずっと山に登ってったんですけど、まあ、いや、おすすめはしません。マジでこんなとこ行ったんすか。はい。てか、プロ級の。この上ちょっと 広くなってるんですよ。で、そこに幽霊が集まるって言われてます。だって草で隠れてるんだ。これはいけないな。虫もいっぱいいますね。うん、まあ、じゃあ次回にしときますか、ここはとりあえず。うわ、確かにガがすげえ、どんどん集まってくる。霊が集まってくる。この奥ですね。このちょっと登ったとこですか。はい、 150m ぐらいあったかな。木だとあれですよ、ね、虫が虫がある、うん、じゃあ行きますか。行きますか。じゃあここを過ぎてすぐが新黒いものの入り口ですよ。なるほど。いやでもやっぱ俺が前に乗ってるとすぐ見つけますね。やっぱ後ろダメですね。そうなんですよ、いつも俺が後ろ乗ってると 迷子になるんですよ。で、登って、で、ここ下るじゃないですか、さっき言った通り。この道は？はい。これは？こっちです、はい。合ってますよ。ここ？え？いや、そこじゃないっす。もうちょっと下って。いや、こっちさすがに。道みたいなのあるとこだから。で、もうちょっと行くと左が曲がれるんですよ。運転がスムーズだ、さすが先輩。ベテランですね。真ん中に草が、あ、真ん中ではないですね。てるけどちょっと、いやでも近いですよ。こういう道とか前の車の人相当びっくりしたからなと思ってました。あ、こういう道は全然経験なかったみたいで。びっくりしました。はい。まあ俺はこの手ってさ、全然びっくつかな。そうですよね。いや俺は本当に道じゃないとこ突っ込んでいくんで。待って、滝壺に突っ込むぐらいですからね。レベルが。だからね、ジャフにもダメだって言われましたもん。パズルで愛車システムになった時もあれも。はい。あのパジェロ、あの時パジェロミニアをユンボを呼んで、でキャタピラでいろんな木を踏みつぶして突っ込んで、ここだ、あったここだここだ。うわ、ここが最強のクライマーリング道ですよ。新潟県一番のアンテナ大丈夫だ。大丈夫。でも今日は入り口までですよね、新黒い森。でも虫とかさっきよりいますよ。こっちは。あ、幽霊はいいけど。柴田の方から来ると看板が見づらいんだ。すぐ見つかりましたね。うまいなと。この新黒い森からもう這い出てきた幽霊たちが、あの霊道をぐるぐる回ったり、あの高い場所に集まったりしているんですよ。やばいですね。本当にあそこで、あの建物とかで声じゃなくて足音聞いたり
今回は前回行かなかった砂漠の方行ってきますか。ああ、なるほど。村長この辺来てましたっけ。いや、来てないはずですね。違う、左っす、ここ左っす。俺だけなはずですね。見たことないっすよ、自分以外に。いろいろチェックしてますけど。そっちゲームばっかって。それとか。ガラスペンあったかな。ここ乗せてるの本当に俺だけっすよ。うわ、すごいですね。確かに、雰囲気が異様だもんな、ここ。ここ下ると、帰ってこれますかね。大丈夫。ちょっと無理じゃねこれ。マルティリ崖にしか見えないですね。無理だ。無理だ。無理そうですよね。危ないな。俺も諦めましたもん。ジエンドになりそう。そう。どんぐらいなのか。ちょっと見とく。いやでまた虫がすごそうだな。おったら死ぬな多分。いやそこまでひどくはないと思いますよ。そうなんですよね。一番下から勢いつけて一気にガーッと来るしか。ここで腹つきそうでやだな。ああ、それもありえますね。うん、あるもんね、雪でね。福島の峠で腹つかいてしばらく立ち往生して。あ、なんかでも虫が少なくてよかったっすね。でも思ったより少ない。下ってすぐなんですか。結構あってます、ね。そう、いやすぐでしたね。ほんと砂漠っすよ。おそらく今も。だって周りあれだけ草が侵食してるのに草が生えないっていうのはもう完全に異常ですよ。明らかにこれ銅の中毒ですよ。デッドクライミングのあの最後の登るところが強いですよね。はい。ヒデさんと言われたらみんな滑ってる。あーここ本当だ。あ、これ砂漠っす。本当だ。人工衛星で見ても、ほんとここだけ空洞に見えますからね。いや、光ってませんでした。え、そこ今、まず真面目に。いや、分かんなかったっすね。今、赤い光を見、赤い光みたいなのが見えたわけですよ。じゃあ、幽霊ですかね。そうだもん、ここじゃあこれほんと草が生えてないのが異常なんですよ、絶対に。普通バーッと生えますよね。はい、ジャングルになりますよ。で生えてる草もかろうじて生えてる草もなんかやたらと小さいし枯れそうになってるし、これずっとですよ。ずっとこの状態。はい、あの前回はこの辺しか、この奥の方歩いてて戻ったんですよ、はい、で、こっちの奥の方は進んでないっすね。あ、タイヤの跡がついてる。俺たちじゃねえぞ。これは俺じゃねえぞ。タイヤかな。いや、さっきとかす。なんか水が流れた感じですね。なんかこの土なんか変だな。普通のその辺にある土と違う。どうです、どうですかね。あの鉱山で出た、はい、あの銅が混ざった砂とかをここに堆積させてたんですよ、はい、集めて。堆積場って呼ばれてるとこ。潜るな、潜る、危ねえな。そこまで潜んないとは思いますけどね。星が綺麗だな。今日は新月かな。月が見えねえ。あ、木刀忘れた。あ、なんか急に不安になったぞ。今そう襲われたらどうしよう。いや、服の人ですから。まあそうです、懐中電灯でボッコボコにぶたたきますよ。成人男性4人がかりで。そうですね、まあさすがに4人がかりだな。
いやだ、4対4かもしれないしの。4とできたら危ない。赤カブトみたいな、赤カブトできた。いや、前3頭、お、びっくりした。もう超える。逃げねえし。これまだ小さい方っすよね。もっとでかい。あ、牛ガエルとかいますからね。はい、これ、殿様ガエルですかね。殿様。昔平気で触ってましたよ、これ。逃げねえな。あ、なるほど。なんか喋ったわ。うわ、虫がすげえ。ああ、固まってきますね。逃げねえ。いや、前から思ったけど、この中くらいのカニってあんま逃げないんですよ。ん？不思議と、この中くらいの大きさって。あ、そうなんですか。でかいのとか小さいのすぐ逃げるけど。これ猫いたらウケますよね。ウケますね。あ、ジバニャ。ジバニャ。どっかにいましたね。ロシア村。ロシア村。あ、映ったみたいな動画の。いや、そりゃそうでしょうね。映ってなかったら怖いっすよ。案内にあれが鍵開けて。ゲート壊して。ゲート壊して。あと仙台だね、宮城県の遊園地にもなんか猫いましたよ。ケド沼。はい。びっくりした。同じ猫かと思いました。ちょ、逃げねえし。しかも逃げるとこだから追ってきますからね。なんでついてくるのって。どこ行ってもなんか前から歩いてくるんですよ、先回りして。あ、それ埋めましたよ、夜間交代で。行こうとするとなんか立ち下がるようになんか泣いて。餌くれたことなんですかね。あ、バッテリーがない。猫って霊が見えるらしくて、行くなっていうことで、大切らしいですよ。警報して。あれ、なんかこれなんか道っぽいですよね。そうですね。やばい、バッテリーがないぞ。急がないと。え？いや、これここは初めてですよ。やべ、予備のバッテリーが、車の中だ。うん、俺も目になりましたね。あれ、行き止まり？これもちょっと変ですよね。うわ、なんか潜るな、うん、ここ車で来たら完璧に粘ってるわ。あー、やばい、めっちゃ湿ってる。靴が。え、でも長靴じゃないですね。うん、こんな予定じゃなかったんで。うわー、まずいな、進むと。え、何も潜る。湿ってて。あ、はい。ここなんか変ですよ。なんでここだけ草がないんですかね。なんかマークついてますね。あ、でもここのサインは草が生えてるんですね、普通に。なんか変だな、ここ。なんか使われてるのかな。なんか道っぽいですしね、ここだけ。車でこう来たっぽいような感じ。うん。でもこれ、四駆でも厳しいかもな。厳しい。タイヤはまりそうですけど、うん。タイヤが空転したら役に立たねえっつも。しかも俺のパジロミニはオフロード用のタイヤはめてますからね。それでもやっぱ結構空転とかしますもん。あ、タイヤダメだと車ほんとダメだ。多分行くとしたらこれキャタピラとかじゃないと。